こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介は、まあ、これ、ちょっとセリアの、100均で買った、蓋付きケースっていうのなんですけれど、これにストックしてある、シードレーダーの、僕が持ってる全レーダーを紹介します。で、まずこちら、レーダーノックです。白ですね。だから黒。まあ、この辺確か100円かなんかやったと思います。ピンク。から水色。で、あとは何やろう。アニバーサリーの2017年バージョンのチョコレート。それから、こちらが50周年記念カラーのレッド、イエロー、ブルーの3色が2個。ありますね。あ、黄色だけ多い。それから、こちらも50周年記念のシード、レーダーになります。それと、こちらが2019年の、なんだっけ、ローズピンクかなんかですね。それから、クリアレーダー。クリアレーダーはね、なんかよくなくなるんで、ちょこちょこって買ってます。5個持ってますね。それから、これは普通のレーダー。スリーブ白タイプ。ブラックレーダーですね。それからこれカラーですね。グリーン、ブルー、オレンジ、ピンク、それからレッド。これのちっちゃい版。ちっちゃい版がね、全部なかったはずですね、確か。グリーン、レッド、オレンジ、あるんか、ブルー。だからこれが通常の S60 ですね。だから S80。それと S100 です。これが基本のレーダーですね、この3つが。それからレーダーのS60BK 黒ですね。このタイプですね。それと、レーダーポイントだったかな。レーダーポイントですね。レーダーポイントの2色。それから、これがレーダーライン。で、レーダーラインのなんか知らないですけど、白クマとパンダのスリーブタイプの。これ何の限定だったかな。全く覚えてないですね。だからお土産でもらった、うどん券、それだけじゃない香川券。これも一応、レーダーって書いてましたね。はい。ということで、今回の動画の紹介は、一応持ってる、シードレーダーの紹介でした。うん。限定品はね、今年もね、また出てるんですけど、まだ買えてません。4月1日かなんかに発売の、商品があるので、4月1日だったかな ?5 月、忘れた。またちょっと記載しておきますので、まだ買えてません。一応ね、買おうと思って、また買いそびれてしまいました。あ、それとね、この消しゴムシリーズは、またちょっとやっていこうかなと思ってます。次は、次回ペンテルを予定してますので、まあ、シードがね、一番多分、この他に僕は50周年記念の50個セットとか持ってるので、まあ数は多いですよね。ということで今回はシードレーダーの全部持ってるレーダーということで紹介してみました。まあまた限定品に限らずいろんな商品紹介していきたいなと思ってますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。